アイドルマスターシリーズアイドルマスターシリーズの作品一覧アイドルマスターシリーズの作品一覧はバンダイナムコエンターテインメントのゲームアイドルマスターシリーズから派生した作品についての一覧アイドルマスターシリーズは765プロオールスターズを主軸としたアイドルマスター2011年に展開が開始されたアイドルマスターシンデレラガールズ2013年に 展開が開始されたアイドルマスターミリオンライブ。2014年に展開が開始されたアイドルマスターサイドム。2018年に展開が開始されたアイドルマスターシャイニーカラーズの5つのブランドで展開されている。また、独自の世界観として2007年に放送されたテレビアニメアイドルマスターゼニヒヒロッサ。2017年に韓国で放送された実写ドラマ。 ザ・アイドルマスター、KR ガール。765プロダクションに所属する13名のアイドル765プロオールスターズを主軸とした作品群。シリーズ15周年特設サイトでは、ゼニヒ,ヒロスサも本文類に含まれている。発表されているゲーム作品は以下の通り。詳細については各ゲームの記事を参照。以下。 上記のゲーム作品を機関として展開したものを記述する。詳細は各番組の記事を参照。地上波ラジオインターネットラジオインターネット配信 CD は大きく分けるとゲーム中の楽曲を収録した音楽 CD、ドラマ CD、ラジオ関連 CD、その他に分類される。このうち音楽 CD はマスターを冠した複数のシリーズに分けられている。 詳細については、下記参照。音楽 CD の多くは、コロンビアから発売されているが、ファミソン8ビットシリーズは 5PB から、ゼニッヒロシサ、ミリオンライブ、サイドム、シャイニーカラーズ関連はランティスから、ドラマ CD 及び、プチマス。関連は、フロンティアワークスから、KR 関連は、インタラクティブメディアミックスから発売されている。 ラジオ関連 CD は番組ごとにコロンビアフロンティアワークスランティスブシロードミュージックのいずれかから発売されている。なお、2010年1月にアイドルマスター関連 CD の累計出荷枚数が100万枚を超えたと発表されている。音楽 CD シリーズその他の音楽 CD ドラマ CD フロンティアワークスからドラマ CD がシーン01から06まで 全6枚発売された。全巻初回版にはボーナストラックあり。エクストラステージシリーズは初回版にリライタブルカード封入。また、2006年12月より、家庭版の新キャラである、星井美家を加えた、ニュースステージシリーズが01から03まで全3枚発売された。2008年12月からは PS、PSP 版の新キャラ2人を迎え、 ドラマ CD シリーズ第3弾エターナルプリズムが発売。全館購入特典として各館用に書き下ろされたオリジナル新曲を収録した CD のプレゼントキャンペーンが行われた。ドラマ CD シーン01から06についての詳細はザアイドルマスタードラマ CD を参照。アニメ関連ラジオ関連それぞれの詳細についてはリンク先の項目を参照。発売元 販売元は特に記載がない限り日本コロンビア。公式サイトにおいて、アイドル候補生たちの誕生日記念グッズとして、期間限定で受付が行われたアイテム。コミックオリジナルのキャラクターが登場し、コミックオリジナルのストーリーとなっているケースが多い。ボイノベはバンダイナムコゲームスによる、電子書籍サービスの名称。詳細は、当該項目を参照。 ブシロードから発売されているトレーディングカードゲームバイスシュバルツのシュバルツサイド参加作品として登場。商品は以下の通り。また、それ以外にも2009年発売のアイマス関連商品の販促として限定カードが付属していることもある。三井住友カードから提携カードとしてアイマスビザカードが発行された。2008年11月17日に募集開始が アナウンスされ、公式 HP より申し込むことができる。カードには、パンキッシュゴシックを着た765プロのアイドル11人が描かれている。初年度年会費無料であり、全年度利用実績があれば、翌年度も無料となる。入会特典は765プロ所属アイドル1人に、月1枚ずつの名刺アイドル10オリジナル名刺である。カード利用上の特典として、 税込1000円の利用につき1ポイント加算されるワールドプレゼントポイントをアイマスビザカード限定グッズに交換できる。限定グッズ第1弾は1000セット限定の765プロダクションプロデューサー名刺であり、ワールドプレゼントポイント200ポイントと交換できる。限定グッズ第2弾は1000セット限定のアイドルマスターオリジナル切手シートであり、 ワールドプレゼントポイント700ポイントと交換できる。2011年12月1日以降はカードのデザインが変更され2の浴衣仕様のアイドルが描かれたものに切り替わった。テレビアニメアイドルマスターゼニヒロッサを機関として展開したものを下記に記述する。インターネットラジオドラマ CD サウンドトラックキャラクターソングアルバムラジオ CD 漫画小説 モバゲーのソーシャルゲーム、アイドルマスターシンデレラガールズを機関として展開したものを下記に記述する。参加者は実際の新宿を歩いたり、リモートワークをするなどして、アイドルをプロデュースする体験型ゲームイベントが開催。謎解き系の体験型ゲームとはやや異なり、人気 IP の魅力を現実世界で体験を目的としたリアルアクションドールプレイングという新しい形のイベント。 選択するアイドルごとにストーリーは異なるがすべてのコースでオーディションの内容やゲームの流れは同じである。グリーのソーシャルゲームアイドルマスターミリオンライブを機関として展開したものを下記に記述する。モバゲーのソーシャルゲームアイドルマスターサイドムを機関として展開したものを下記に記述する。イベント形式については体験型ゲーム参照スマートフォン向けゲーム アイドルマスターシャイニーカラーズを機関として展開したものを下記に記述する。テレビドラマザアイドルマスター KR を機関として展開したものを下記に記述する。バンダイナムコエンターテインメントより発売されている音楽ゲーム太鼓の達人シリーズ。アーケード版では太鼓の達人7以降、家庭用ゲーム版では n i n d DS 用ソフト、Wii 用ソフトの全作品。 PSPO ソフトのポタブルに p s 2用ソフトのアニメスペシャルとか、と大盛り7代目にザ・アイドルマスターのゲーム内使用曲からいくつか使用されており、その曲でプレイするとデフォルメ化されたアイドルたちが踊り子として登場する。楽曲はいずれもアイドルを担当した声優全員が歌う形の音源が使われている。また、 太鼓の達人シリーズに登場するマスコットキャラである和田ン、和田勝がザアイドルマスター内で使用されるアクセサリーとして登場するほか SP のオプションで変更できる TV 出演真時に背景に立てられる書き割りに太鼓の達人のキャラクターが描かれたものがあるミリオンライブでカード内にドンと勝のお面が登場するなど相互に出演する形となっているシンデレラガールズ関連では アーケード版、黄緑バージョンの2015年1月アップデートから、同作の楽曲が追加されている。シンデレラガールズ楽曲では、デフォルメキャラクター、プチデレラたちが踊り子になっている。楽曲追加に合わせて、コラボキャンペーンも行われ、シンデレラガールズ側では、和田ドンが、ダッコンの名前で、プチ衣装としてプレゼントされている。また、アニメ版の ED や、 アニメ26話にも筐体が登場している。2015年10月には、シンデレラガールズとの単独コラボに加え、サイドムとの単独コラボキャンペーンも行われ、同作の楽曲も追加される。サイドム楽曲では、デフォルメキャラクター、シデミにタジが踊り子になっている。アイドルマスターマストソングスでは、シンデレラガールズ、ミリオンライブ、サイドムの楽曲を除き太鼓の達人に、 収録されている楽曲がすべて収録されている。収録曲は以下の通り。アーケード版においては、黄緑バージョンの2014年12月アップデートから、アイマス専用フォルダが追加されている。ボネットから発売されている、フライトシューティングゲーム、ACE コンバットシリーズ。ゲーム中で使用する機体の配色と性能を変更した、スペシャルカラー機体として、ザ。 アイドルマスターのキャラクターをデザインした機体が全13種類配信された。また、模型メーカーの長谷川より上記の機体のプラモデルが限定生産で商品化されている。ボネットより発売されている RPG、テールズ・オブ・シリーズ。シリーズ全体で相互コラボレーションが行われている。ボネットが発売するアーケードの対戦型格闘ゲーム、鉄拳シリーズ。 ボネットが発売するプロ野球ゲームファミスタシリーズ。ボネットが発売するアクションゲームゴッドイーターシリーズ。ボネットが発売するシミュレーション RPG スーパーロボット対戦シリーズ。サイゲームスサイゲームスではシンデレラガールズシリーズの開発を担当しているため、同社製、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリ各作品にてシンデレラガールズを中心とした。 コラボイベントが不定期に開催されている。セガグループその他のメーカーシリーズとのコラボレーション765プロとのコラボレーションザ・アイドルマスター放送後にリアル765プロと名打った各法人とのコラボを開催してきた。シンデレラガールズとのコラボレーションアイドルマスター・シンデレラガールズ放送後にリアル346プロと名打った各法人とのコラボを開催してきた。 ミリオンライブとのコラボレーション、サイドムとのコラボレーション、アイドルマスターサイドム放送後に、リアル315プロと銘打った各法人とのコラボを開催してきた、シャイニーカラーズとのコラボレーション、ありがとうございます。